イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日は今読んでいただきましたところ、特にですね、23節、24節、23節後半ですね、あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方の与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。この箇所を中心にお話をしたいと思います。ただ、その箇所をお話すために、その前の部分も少し学んでからここに入っていきたいというふうに思っています。答えられる祈りの秘訣ということですね。祈りが答えられることの秘訣、ポイントをですね、いくつかありますけれども、今日は絞ってお話をしたいと思います。それでは賛美の時をお持ちしたいと思います。それでは、お立ちになれる方はお立ちください。座ったままでも結構ですので、心から主を賛美していきたいと思います。主に私は身を避ける。どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。ある者どもが弓を張り、剣に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射ぬこうとしている。よりどころが壊されたら、正しいものに何ができようか。主はその聖度が宮にあり、主はその座が天にある。その目は御堂筋、そのまま人の子よしゃべる。主は正しいものと悪いものを調べる。その心は暴虐を、この主はするものの上に網がある。ひとりを燃える風が彼らの杯へのわきまえとなろう。主は正しく正義を愛される。素な人は御顔を仰ぎ。40番ビクターズクラウン。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。新しい毎日の中で、何が正しいのかも忘れて、ただ流されて漂わされて、置き去りにした熱い思いを、もういいから隠していないで、もう一回その顔を上げて、手を伸ばし両手を伸ばし、取り戻すために、夜の闇を突き抜けて、光が差す方へ乱す。古いものは過ぎ去って、全てが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、
すべて新しくなりました。愛の心を持って歩き出す確かな希望だけ携えて、恵みの時を救いの日を最後まで諦めないで、たった一つのゴール目指して戦い続け、遥かな道信じ続けて、受け止めよう勝利の冠を。新しい使命を受けて、また次の場所へさあ旅立とう。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。ありや。44番、枯れ草のように。小さな種が地に落ちて、土の温かさに包まれ、ほんの少しの力捧げて、光を受けて芽吹く。空から注ぐ雨のように優しく照らす光のように、愛はいつも願っている、私が幸せなこと。やがて天を目指すほどの緑深い大地となって、豊かな実り命を宿す季節が訪れた。空から注ぐ雨のように優しく照らす光のように、愛はいつも願っている、私が幸せなこと。空から注ぐ雨のように優しく照らす光のように、愛はいつも願っている、私が幸せなこと。愛注がれ生きる、愛を注がれ生きる。45番のワーシップを賛美して礼拝に入ります。神に向かって喜び歌い賛美せよ、すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え。
その恵みは常しえまで、主は慈しみ深きお方、祈り捧げ主をあがめよ。今我らの主がここにおられる、賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる、全地を神に向かって喜び歌い賛美せよ。すべての作られしものよ、聖なる主を褒め歌え。その恵みは常しえまで、主は慈しみ深きお方、祈り捧げをあがめよ。今我らの主がここにおられる、賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる、賛美と栄光と感謝と知恵と誉れと勢いが、常しえにあなたにあるように、礼拝捧げる、愛ささげる。ハレルヤ、バラバラバラ、サンデラバ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 ラ、ハレルヤ、バラ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 。あなたの賛美の戦いに私は住まうと称されます。あなたの賛美の戦いに私は住まい、私はそこからあなたに恵みと祝福を注いでいこうと称されます。愛する子よ、あなたはどのような状況の中にあっても私を褒めたたえるとき、私はあなたのうちに私の霊を注ぎ、私の恵みを注いでいこう。私はあなたを力強く導き、勝利から勝利へ、栄光から栄光へと導いていきます。私を褒めたたえなさい、私を礼拝しなさい、私はそのただ中に住むと主は仰せられます。このあなたが今どのような悲しみのただ中にあったとしても、また痛みの中にあったとしても、私を礼拝していきなさい。その時あなたの霊と心は解放され、またあなたの思いを勝る祝福を持って、私はあなたを満たそうと主は言われます。私の恵みは十分である、私の祝福と愛はあなたの上に豊かに注がれています。それを受けるか受けないかはあなたの側にあると主は言われます。愛する子は身を低くして、そして私を選びと言いなさい。あなたはへり下って、そして私を礼拝するとき、その恵みは溢れてくる、と主は仰せられます。心を高くしてはいけません。その時あなたはすべてのものを失うでしょう。いや、失うではなく受け入れないのです。私はそいでいても、それをあなたは受けることはできなくなります。へり下りなさい。身を低くするとき、恵みは溢れるほどあなたの上にそがれてくる、いやそがれている、と主は仰せられます。この十字架の恵み、ただこの十字架の恵みによって、このあなたの悲しみは喜びに変わると主は言われます。ホーベイ悲しい、
主常しえまでも天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を心から感謝いたします。また素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日この第2杯に加えたお一人お一人を心から感謝します。インターネットでオンラインされているお一人お一人を心からありがとうございます。長崎エリサム教会の新牧師であるイエス様が牧会しておられる数千数万数十万数百万の死の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊さんはどうぞ御言葉を通してご自由に語り、御言葉を通して私たちを慰め励まし語りかけ、御言葉によって私たちを豊かに養い導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。主を語ってください。神の言葉によって私たちを生かし、主が約束された100倍60倍30倍の御と祝福を勝利を見ることができるように力強く導いてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。一緒に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。